はい、本日はですね、僕が12月に着たいアイテムをね、ご紹介ずらっとしていきたいなというふうに思います。ということで、こっちにかかってるんですけども、まあ僕はね、普段のスタイルはですよ、これですわ。今この着てるスタイルがもうめちゃくちゃ普段のスタイルで、僕をね、街中で見かけたことあるよって方はね、大体この格好してると思います。それこそ11月の中旬ぐらいからずっとこの格好してね、まあ中にカットソー入れてダウンジャケット着てて、ほんで下はね、パンツ履いてますよなんていうスタイルでね、もうずっとこんな感じの格好して、こうやってオフィス来て、また家帰って、またオフィスでくっちゃべって、また家帰って飯食ってみたいなことをやってるんですけども、そろそろ本格的に寒くなってきましたね。もうダウンジャケットやでいうことで、今回からはメインをね、ずらっとダウンの方に移してね、ご紹介させていただこうと思っておりますので、本日の流れとしてはですね、僕がご紹介、今月着たアイテムっていうのを9点ご紹介していただきますので、まあその中ではね、結構視聴者さんからね、それ何なんですかって聞かれてたこともあったりしたんで、まあここでお答えするという形でね、実はこれノースフェイスのアイテムなんですよなんていう話をしたりとかしながらお話ししていこうと思いますので、まずは1点目からご紹介していきます。まず1点目、今月着たアイテムっていうのは今これ着てます。じゃん、ヌプシジャケット。でこのジャケットがね、結構もう今なくなったかな、12月に入ったらね、もう多分完売しちゃったと思います。11月中は結構あったんですよ。どこでも今回余ってますねなんていう話してたんですけど、やっぱりグッて寒くなったら皆さんガーって購入しはったんで、もうヌプシはね、多分どこ行ってもないんちゃうかなと思います。で僕の嫁の、友達もね、なんかヌプシが欲しいっていうことで、なんか僕の動画見てからね、ヌプシ買いたいねんって言ってたらしいんですけど、なんかもうなかなかどこもなくなってるみたいで、なんかいろいろ苦戦してはりましたわ。でね、僕まあ去年からこれ結構着てるって言ってたじゃないですか。だからめっちゃ下手ってきてるんですよ。で下手ってきてるってなんでわかんのっていうと、もうダウンの量がね、そうペタペタしてきだしてるんですよね。だからまたもう一回ね、復活させたらんと、多分湿気吸ったりね、汗吸ったりとか水分吸ったりしてるんですよ。ちょっと雨とか降ったりとかしてね。だからまたそろそろね、ケアしようかなと思ってます。でちなみにそういやね、たまにコメントいただくんやけども、なんか肉アックスのスプレー振ったらね、なんか白い跡が残りましたっていう話たまに聞くんですけど、それはかけすぎ、それはかけすぎですわ。なんか説明書でもね、おそらく書いてると思うんですけど、あんまりかけすぎたりしたら、こうタオルとかでね、ちゃんと拭いといてあげやんと、シミとかになっちゃうんで、あちょっとダマなってるなとか、あちょっとかけすぎたなっていう時はね、こうタオルとかでちゃんと拭き取ってあげた方がね、いいかなとは思うんですけども、そんな意見がありましたので一応ご紹介させていただきました。まず一つ目がこちらのヌプシジャケットね。これ2点目が何かっていうと、ランガのダウンパンツ。これ一応ね、本来は焚き火用から、もう焚き火してて火やってても全く破れないんですよ。普通こんなんとかって一発で破れますよ。僕が着てるようなダウンジャケットで火の粉飛んできた瞬間、もうパッて穴開いてきて、あ終わったってなるんですよ。やけどこれに関しては穴が開きづらい繊維があるんですよ。だからまあ絶対開かへんってことはないんやけども、まあヒノコぐらいだったらね、なんとかカバーしてくれるっていうダウンジャケットっていうかダウンパンツなんですけど、ちょっともうダウンパンツがもうダウン出てますね、残念ながら。これまだ2回しか履いてないんやけども、もうダウンが出てきました。でもね、今月ちょっと僕キャンプ行く予定ちょっとないんですよ。ちょっとねスケジュール的に行けないって感じなんですけども、やっぱダウンのパンツっていいですよね。でそれこそね、ここにあるアルパインライトパンツもね、まあいいんですけど、やっぱ寒い、チャリンコとか乗ったりバイク乗ったりしても足がサブーても鳥肌立ってるんですよ。でそれはいけませんでなんて言ったりしたら、やっぱダウンのねパンツってやっぱ使えるなと思って、今の時期やったらこれ1枚とかで全然いけるんですけど、もっと寒くなった1月とか2月とかになってきたら、この上にさらにまた着たいやつで紹介しますけども、ゴアテックスのパンツとかをね、まあ、今回は12月やからまだ出してませんけども、1月2月とかになったら、まあ重ね着していって完全に防風にしていくっていうスタイルにはすると思うんですけど、ダウンパンツやっぱあったかいですね。でまあこれナンガのだけじゃなくて、ちょっと僕ね今月何本かまた買ってみようと思ってるんで、上守るのはいいねけどね、足元もちゃんと守っていかなあかんでいうことで、こちらのダウンパンツをねご紹介させていただきました。だから焚き火である必要は全くないです。たまたまなかったからこれ履いてるだけで、ちょっと何本かねまた買ってみようかなと思ってますので、お楽しみっていうのが2つ目で、3つ目何かっていうと、そろそろ出てきますよね、アークテリクスのアトムエアールフーディ。これね、ほんま僕の視聴者さんめちゃくちゃ購入しちゃった人多いんちゃいますかね。よくよく聞くんですけども、それこそねこの間インスタライブしてる時に北海道の視聴者さんがいてはったんですよ。北海道でめちゃくちゃ寒いっていうところにいてはる方が、いや北海道でアトムエアールフーディめちゃくちゃ使えるんですよって言ってて、なんでなんですかって言ったら、北海道ってねやっぱりあんまり外うろちょろすることないらしいんですね、やっぱ寒いから。ほんならやっぱ家と家の間だけとか、まあ基本的にはね家から家に移動する、まあ移動の時も車乗ってるからね、だいたい室内におるってことで、あんまりこうゴワゴワのダウンジャケット着ちゃうと暑すぎるんですよねいう話してて、あこれは北海道に住んでやんな分からんでと。僕らはねついつい普通にその辺フラーって出てたりするんやけども、やっぱ北海道民はねそんなことしたらね投資しちゃうからね、なかなかそういう風な外の出方はせえへんっておっしゃってはったんで、あなるほどと。こう室内着兼外着みたいなね、まあ車着みたいな感じで使ってるんやと思うんですけど、僕もね寒がりやからまさにそんな感じの用途で使っております。ちょっと部屋寒いなと思ったらね、ロンティーだけだと寒いなと思ったら上からパッて羽織ったりもするし、それがねやったら車でねちょっとコンビニ行くねって送ってって言われたりしたら、オッケーオッケーってさって羽織ってねパーって運転したりするんですけど、まあ、この使い方は去年からずっと言ってますからね、特に用途は変わっておりません。でもちろんねその部屋着として使うにはちょっともったいなすぎるっていう人もいてはるんですけど、これ部屋着だけじゃなくてもね、例えば居酒屋
とかでたまに寒い居酒屋ありません？おいここ暖房ほんまに効いてるんかとかね、なんかもう酒飲んで熱燗飲んでんだけど寒すぎて震えてくるみたいな時あるじゃないですか。そんな時はね、あのこれとかパッて着とけばこうあったかく折れるし、次の居酒屋ではねちょっとここ暖房効いてますねなんて言ったりしたらこう前ピュッて開けてあげたらね、ああそうなんやてかあいつ元気してたみたいな話できるじゃないですか。だからまあこれはねそろそろ汎用性が高いから12月ぐらいから活躍してくるようなジャケットになってくるかなと思います。先月これ出したかな、あんま覚えてないな。そして次がですねこちらのロンティーですね。このロンティーは実は僕が作ったロンティーなんですね。スビンコットンって言って世界でも 0.0001% ぐらいしか使ってないめちゃくちゃ高級な糸を使ってるので、まあ柔らかいんですけど、まあ僕今はもう着てますけどね、よく視聴者さんの方からどこのロンティーなんですかって聞かれたりはするんやけども、まあ、僕ちんが作ってるロンティーですよなんて言って、まあ、黒と白がありますので、第1弾予約はもう終わったんですけど、第2弾予約がね、12月10日の金曜日から夜の6時からやってますのでね、また第2弾予約ね興味ある方はやってみてください。そして次がですねこちらのキャンプシェラショートですね。これ実は僕よく着てるんですよ。でまあコスパ良きダウンジャケットとかにも紹介しようと思ってたんですけど、これ盲点でしたね。めちゃくちゃいい。なんでかって言ったら僕の着方ですよ。僕の着方はどうするかって言ったらこれフードを全部外すんですよ。ほんでねヌプシスタイルというかこう襟だけスタイルにしといてこうファッて着るじゃないですか。ほんならキムタクジャケットやないかって、これキムタクやないかってなってくるでしょ。でこうやってね一番上までギューって、まあ例えば締めてみるとしたらこれはこれでキムタクスタイルやないかと、めちゃくちゃええ感じやんけって思うじゃないですか。ほんでやっぱ最近でねこうフードあるのってどうしても疲れるんですよ。だからねあんまりフード付きのダウンってなんかこの辺もわもわしてね、後頭部のとこもわもわしてくるからあんま好きじゃなくなってきてて、ついついこういう感じのフードなしタイプをね選ぶことが多くて、よくこの辺はね使っております。だからまあ特属ね動画でも着てるとは思うんですけど、まあこの中にパーカー着たりもすることあるし、ロンティーのこういう感じの時もあるんですけど、まあさっと羽織れるしね。ほんでセール2をかかってるしね、今かかってないかもしれないけど年明け絶対これセールかかるから、まあチェックしといた方がいいかなと思うんですけど、僕もね去年これセールでも 30% オフとかぐらいで買ったんですかね、1万円引きぐらいで買ったんですけど、まあそれをこんなことここで言っちゃうともしかしたらなくなっちゃうかもしれないけどね、まあそんだけの影響力が僕にあるか分からんけど、このキムタクダウンはねこれも洗えるんですよ。だからねめちゃくちゃいい。ちょっと匂いついたなとかちょっと汚れたなと思ったらねもう気軽に洗えるんで、取り扱いもしやすいし、なんと、まあ、定価が4万ぐらいだけど購入時はねまあセールに大体かかるから3万円ぐらいで買えるっていう超コスパ良きダウンジャケットなんですけどね。まあこれ実はダウンではないんやけども、まあそんな話と。で次がこちらのナンガのホワイトレベルね、これ実はこの間着用したんですよ。で動画にはしてないんやけども、バイク乗っとってね、これ暴風のジャケットやから暴風防水やからね、こうバイクの時にね着用できるんかなと思って、こうバイク乗ってこれ着て高速とか乗ったりしたんですけど、やっぱり暴風防水になったら全然違いますね。以前ねヌプシジャケットってこれ暴風じゃないんですよ。これはもう暴風とかじゃなくて普通のダウンジャケットなんだけど、これでねバイク乗った時はちょっと寒かったんですよね。なんかこう風が突き抜けてくる感じだったんやけども、やっぱ暴風防水になったら全然ない。もうしっかり風守ってくれてるから、あ全く寒くないと思ったんやけども、ただ一点だけ気になるとこあった。それが何かって言ったら、このベンチレーション、このベンチレーションのところってね綿入ってないんですよ。だからここだけなんか寒いんです。なんか脇寒くねと思いながらバイク乗ってたんですけど、ベンチレーションのおけけ開放マンボウやからやと思ったんですけども、それはね若干高速では感じました。まあ別に下道走ってる分にはね全然なんてことないんですけども、高速とかやったらやっぱり結構スピード速いんで、もろにこう風を受けてよりこう寒いとこを感じやすかったんが、まあベンチレーションかなと思うんですけどもね。ただねこの辺はねもう着やすいんですよ。もうサッと着てねサッと脱げるでしょ。だから僕はよく使っちゃうんですけども、いよいよねホワイトレーベルが出る季節が来ましたということで、こちらもね今月着たいアイテムになってます。で北海道の方はねこれも持ってるって言ってました。めっちゃ寒いところにおるからホワイトレーベルも持ってるんですよみたいな言ってて、やっぱホワイトレーベルって北海道とかっているんやろなと思うんですけど、僕とにかく寒がりやからね、関西住んでるくせにめちゃくちゃ寒がりなんですよ。だからこれにはねものすごい助けられております。もし仮にねこのダウンジャケット全部なくなったとしても、多分このホワイトレーベルはねもう一回買い直すと思うぐらい良かったなとは思ってるんですが、まあこれがね、着たいアイテム。そして次に着たいアイテムっていうのが、今月ね東京行くんですよ。で12月、ね、東京行くんやけど、その時はねちょっとこのサーミパーカー使おうかなと思ってるんですけど、こちらのアークテリクスのねダウンジャケット、これ最近ねレビューしたばっかりなんですけども、意外とこれ使いやすそう。はっきり言って全く期待しなかったんですよ。なんやこれと思ってたんやけども、なんか高いだけやないかと思ってたけども、実際こう届いてねレビューしたりとか話してみたりしたら、あ使いやすそうやなっていうのがあるんでね、まあ実際これも使ってみようのは分からへんから、まあ東京遠征の時にねちょっと一回使ってみようかななんていうふうには思ってます。でまあパッて着用してみると、まあこういった感じなんでね、ちょっと東京のね行く場所がね渋谷とか代官山とか目黒とかちょっと洒落たとこなんですかね。僕も東京の都市感分かってないからあれやねんけども、その辺ちょっと洒落てるから、まあこんな感じでねちょっと洒落モードでちょっと歩こうかななんて思ってるんで、まあサーミパーカーで行こうとは思ってます。やっぱりこう間違ってもね、この南下のホワイトレベルで歩いちゃったらあいつ派手やなと、とにかく目立ちたいやつなんかなって思われ
たら困るからね。この暗い感じでね、こっそりちょっと東京の方ね、行かせてもらいたいなと思います。でそこで着用してみてね、あやっぱこれいいですねってなるかもしれんし、あ 2,3 日来たんですけどちょっと使いづらいですわって言うかもしれんし、まあそこはね一回試してみるのとにかくわからへんから、また試してからね皆さんにご報告したいなと思います。まあもし仮にね急に雨とか降ってきたりしても、これゴアテックスやからもう全然その天候とか関係なく着れるんでね、これ一着だけ持って取ったらね、まあなんとかなるんかなと思って一回ちょっと持っていこうと思ってます。で次がね、北海道も行くんですよ。で北海道行くからさすがに北海道サーミーパーカーじゃ僕無理やと思うんで、まあこのバルトロかなとは思ってます。だから唯一僕まだこれ着用してね外出てないんですよ。もう届いてから1ヶ月以上経ってるんやけども、こう部屋の中でねペチャクチャ喋るおじさんでずっと喋ってるだけやから、何回かこうやって来てはいるんやけども、これ来た状態でこんな外行こうかとはまだなってないんですよね。だからこいつはまだお外を知らないんですよ。まあそれやったらね、まあ北海道のタイミングでね、まあじゃあお外を教えてあげようかななんて思ってるんですけども、なんかこのカラーリングはね結構僕の視聴者さんに受けてるらしくてね、これってノースフェイスからいつ出るんですかって聞かれたりしたんやけど、これノースフェイスから出るやつなんで僕勝手にオーダーしてるだけやからね、まあ出えへんと思いますよなんていうふうに思ってるんですけど、まあ、もしかしたらね皆さんがねどうしてもノースフェイスの方に問い合わせいっぱいしてね、卓造モデルが欲しいって言ったらね、ノースフェイスもじゃあ作ろうかってなるかもしれんし、じゃあ作ろうかってなった際はね、ほな卓造にちょっとマージン渡そうかってなるかもしれんからね、それはもうぜひ言ってくださいよ。じゃあでも僕もひー言うながらカツカツでやってるんですから助けてくださいよ皆さんね、言うてほんまによろしくお願いします。はい、という感じでね、まあ、北海道の時ねこれ着ていこうかなと思ってます。まあ、今回はね札幌市だけしか行かないんで、小樽とかそのそっちには行かないんですけども、まあ、札幌でもね多分十分寒いと思うんで、この卓造モデルのねバルトロを着ていこうかななんていうふうには思っておりますというのが、8点目ぐらいかな。で次ラストがこちらマウンテンダウンジャケット。これはね、まあ、毎年着てるっちゃ着てるんやけども、いつ着ようかなと思ってるかというと、これバイクですね。さっきこのオレンジのね南下のホワイトレーベルの時もバイク乗ったって言ってたんやけども、このフードあるタイプはどうなんかなと。これもね防風防水なんですよ。ゴアテックスやからもう全然雨降っても風でも何でも大丈夫って感じなんだけども、まあ、これでさフードがあったりこうマウンテンパーカーより首元が高いんですよ。ほんならヘルメットの隙間から風入ってこへんのかなっていうのもねちょっと試してみたいなと思ってますんで、そういうところでね今月着たいアイテムというところで紹介させてもらいました。さっきのナンガのやつもね全然悪くはなかったんですけど、やっぱり首元が若干隙間入ってくるかなっていうのはあったんで、まあ、これにすることでねもう完全上までしまっちゃうんで、まあ、こうなってくると全く寒くないんかもしれへんし、まあ、どうなんやろなと思って、まあ、12月はねこれでちょっとバイク乗ってみようとは思ってます。はい、ということでね、今月着たいアイテムっていうのを9点ご紹介させてもらったんですけども、来月はねやっぱいよいよ本格的に寒い。1月ってめちゃくちゃ寒いからもうちょっとレイヤーしていかんと厳しくなってくるんですよね。まあなのでインナーダウンとか結構多用していったりだとか、ちゃんとゴアテックスのジャケットを外から着たりとかっていうことはすると思いますし、まあなんやったらね今回紹介してへんけどフリースとかもやっぱいっぱいあるじゃないですか。でフリースもねそろそろ着ていかんと、まあ、ロンティーだけじゃちょっとしのがれへんかなってなってきたらフリースも着ていくし、まあまあその辺はねケースバイケースで様子見ながらやっていきたいななんていうふうに思ってますので、まあ、今月はちょっとダウンがメインやったんやけども、来月はねもうちょっとこうフリースとか中のこうインナーの方もねちょっと強化していきたいなっていうふうに思っております。はい、というのがね、まあ、一応今月着たいアイテムってことやったんですけども、これとは関係ない話なんですけどね、壊れました。とうとう僕がずっと履いてたねこのアルパインライトパンツっていうのがねとうとうもう寿命です、これに関しては。だからもう修理とかもうせんでいいかなと思っててね、こんだけ履いてくれたらもう十分やと思ってるんですけど、まあ、見ていただこうとは思いますが、このチャックの部分わかります？これどないなってねと、もうチャックも剥がれたるやないかと。でもそこまでねもう履き込んでいってね、もう色とかも結構薄くはなってるじゃないですか。でも毛玉もいっぱいあるし汚いっちゃ汚いと思うんですけど、まあ、僕にとってはねこの思い出のパンツなんですよね。まあ、これ履いてこう毎日授業してね子供らと関わってやってたっていうで、まあ、YouTube もねこれ履いて撮った本数もいっぱいありますし、まあ、思い出は思い出なんですけど、まあ、履けんくなったもん持ってたってしゃあないからね、まあ、リサイクルに出すかなんか実験用としてね使うかちょっとわからないんですけども、それこそさっきのね焚き火のこのパンツあったじゃないですか。でこれはね燃えへんって言ってるけど、こっちじゃあほんまにナイロンの方は燃えやすいんかとかっていうね、まあ、検証にも使えるかなと思うし、まあそんなところでね最後の最後までねこいつに頑張ってもらいたいなということで、まあちょっと最後はしんみりしちゃったかもしれませんけども、そう言いながらね、まあ、僕のこのアルパインライトパンツもねそろそろ旅立っていきますというお話になっていました。ということで本日はですね12月に着たい洋服というのをご紹介させていただきました。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。